非の打ち所がないドラクエリメイク参戦、ドラクエ5プレステ2リメイク、スーファミ版と比べてグラフィックが向上したのはもちろん、戦闘のテンポが素晴らしく魅力的な効果音も相まって戦闘が楽しい。4人パーティーになったり話すコマンドが追加されたりなど、最近の機能は概ね実装されているため、最近のスマホリメイクもいいが、一度はこちらもプレイしてみてほしい。ドラクエ 8 3DS リメイク、原作の要素はそのままに追加要素のボリュームがすごい。しかもこの追加要素というのはただのお使いイベントではなく、ドルマゲスやマルチェロ関連のストーリーの保管や、さらなる裏ダンジョン、裏ボス、そして追加仲間キャラクターなど、ゲームそのものを面白くするものばかり。ドラクエ3ゲームボーイカラーリメイク、所持数が最も少ないと思われる伝説のリメイク。ゲームボーイカラーということでグラフィックはお察しではあるが、最近の移植では軒並み外されているスゴロク状に加え、グランドラゴーンと戦闘できるさらなる裏ダンジョン氷の洞窟はゲームボーイカラー版にしか存在しない。 HD2D リメイクではそろそろ実装してほしい。続きは概要欄の動画から見てね。